速稼塾の久保でございます。今日はね、映画のレビューをさせていただきます。一つはね、このキャプテン実写版ですね。これ2007年に公開された映画なんですけども、千葉明夫さんの、そうですね、30年ほど前の漫画なんですけども、なんとですね、実写版が出たということで見させていただきました。いや、やっぱりこれも感動ですね。ちょっとね、胸に熱いものが込み上げて目頭が熱くなりました。本当に少年たちのね、命をかける姿、若い人たちが一生懸命やる姿っていうのは、本当に心を打たれる、胸を打たれますよね。で、大人がなんかやっぱりね、学ばせていただくみたいなことがあります。本当はこんなんじゃいけないんですけど、我々が見本にならないといけないんですけどもね。さあ、それではですね、この映画キャプテンの続編といいますか、これがですね、これは中学野球の話なんですけども、この中学野球の話をさらにね、進化させて高校に入った時、プレイボールという形で高校野球編が始まります。こちらはアニメしかないんですけども、ブルーレイでですね、こちらもブルーレイなんですけども、ブルーレイでプレイボールの、プレイボール版と2ですね、これは別の方が書いてるんですけども、プレイボール2っていうのがあります。非常に感動の作品でございました、こちらも。で、何が感動かっていうのは、本当にこれ前もお伝えしたんですけども、この野球にはですね、千葉明夫さんの作品にはいわゆるね、魔球とか消える魔球とか、とんでもない剛速球とか、プロからのスカウトとかっていう話、そういうね、高等向けな話は出てこないんですよ。ただ普通のチームが普通のチームと戦って、どれだけね、自分の努力が実を結ぶのかで、結果には結びつかないんだけども、そこにね、何かを頑張ることにどのぐらい大切なものが込められているのかってことを私たちに突きつけてくれるんですよね。主題歌にもありますけども、若い時っていうのはこの主題歌ですね、答えを求めるよりもなんか勇気出して自分を試すことだっていうね、そういう歌詞があるんですよ。そうなんですよ、自分を試し続けること、これがですね、青春の価値なんではないかなと思いますし、何でもかんでもね、すぐに答えを求めるんじゃなくて、答えを求め続けること、その行動自体が私たちに大きな答えを与えてくれるんではないかなってことを思わせる作品ですよね。プレイボールとキャプテン、よろしかったらブルーレイの方ご購入いただいて、でご鑑賞いただければと思います。こちらのキャプテンの方は値段があまり下がってないんでね、ほぼ定価なんですよ。4700円ぐらいだったかな。こちらの方はメルカリでも同じような値段ですし、アマゾンで買っても同じです。中古はほとんど出ておりません。で、プレイボールの方はね、こちらの方はちょっといくらか忘れちゃったんですけども、すいません。そんなにね、むちゃくちゃな値段ではなかったと思いますんで、かなりね、ボリューム満点ですよ。13話が2つ入ってまして、26話、全人26話で、これね、最初の3話ぐらいでももうね、続けて見ることが困難なぐらい、もう涙出ますよ。本当はそうですよ。特にね、40代とか50代の方は青春時代もう思い出すこと受け合いです。あ、こんな時期があったなとか、こんな時に頑張っていけたんだなっていう風にね、もしかしたらちょびっとね、ほろ苦い後悔もふつつと湧き起こるかもしれません。その分だけね、今からでもできることがあるんじゃないかなと、やっぱり今からでも自分の身を試してみようかなっていうふうな気にさせる作品だと思います。千葉明夫さん、本当に、ね、素晴らしい作品を私たちに残してくださいました。プレイボールとキャプテン、よろしかったら合わせてどうぞ。それでは失礼します。山根さん、おはようございます。